実際に高校留学を決めた娘と、留学パパが日本一わかりやすく、あなたが本当に知りたい高校留学情報をお伝えします。 Hello everyone! Hello everyone! 留学パパです。娘のエリンです。今日はね、カナダの教育制度について、そのちょっと概要的なことを、皆さんにお伝えできたらなと思います、実は、カナダには、日本の文科省のような政府機関、中央の政府機関はありません。ってことは誰がまとめた？これね、実は各州の教育委員会がまとめてる。教育委員会？そう、あのカナダってもともとその文化的に各州によっていろんな、歴史とか文化とか違いがあるでしょ、あるある。なのでそれぞれのその背景に合わせたその基準だったり、それからカリキュラムだったりが独自に作られてます。へえ、なるほど。なので一見ちょっとこうバラバラに、なってしまいがちなんだけれども、実はスタートする年齢っていうのは、決まってます。何歳？6歳です。日本と一緒か。じゃあそうね、あの一緒だね。カナダでは、その学年の呼び方っていうのが、ちょっと日本とは違いますよ、その6歳から始まる、小学校1年生にあたるのをグレード1っていう言い方をします。一緒だね。そしてグレード1、グレード2、グレード3っていうふうにこう上がってって、最終的には高校3年生がグレード12、で高校1年生はグレード10っていうことに。じゃあ次10か。そうだね、エリンが普通にこのまま、あの留学を始めるとグレード10からのスタートっていうことになります、最後にカナダの教育についての考え方について話をしようかなと思います、まず初等教育あります、日本でいうとこの、小学校かな、小学生だね、なるかな。カナダではあの個性重視の教育です。どんな感じかっていうと、例えば物事、いろんな物事があって、それをあなたはどういうふうに考えますかっていうところを、なんだろう、分析的というか論理的思考能力とか、そういうものを養うような形の教育の仕方をします。じゃあまた日本ではにはないような。そうだね、日本はこれっていうのはこうあるべきみたいな、なんか一つ答えが用意されてる、教育が多いんだけれども、カナダの場合はその答えは用意されてない、答えはあなたが決めたらいいんだけども、それはなぜそう思いますかっていうことを論理的に組み立てて考える力とかね、そういうのすごく大事です、そして、これからエリンも望んでいく中等教育、あの向こうでは中学高校のことをひっくるめて中等教育っていうことが多いんだけれども、この中等教育の考え方っていうのも日本とはまた少し違います。どんなところが？中等教育を受けている間に、自分はどんなことをやりたいかっていうのを当然いろんな科目を、あの選択科目を取ることによって、考えますよね、で最終的に、こっちのコースこっちのコースみたいな形で選ぶようになります。入学試験はありません、ですが、高校の、もしくは中学校の学校の成績は非常に重要です。ああ、なるほど、学校ね、最終的に卒業しようと思うとその単位をきっちり取らなきゃいけないというのが一つと、それから卒業するときには各州の統一試験があります、それに合格しないと卒業はできないし、進学もできません、じゃあ留学生もそれに受からないと卒業できないし大学にも行けない、行けないということです。そのように各州によって、あの教育委員会が独立しているので、その州の教育制度、基準、カリキュラムがどうなってるかっていうのはやっぱり調べて行ってほしいなと思いますので、この点だけは注意してください、それではここでお知らせとお願いです。 LINE アットの登録お願いします。はい、LINE アットの登録方法は下の概要欄から飛んでください。はい、この LINE アットですけども、素敵な特典がついてますね、間違いだらけの高校留学、留学経験者が教える8つのマル秘チェックリスト、ぜひゲットしてください。そしてチャンネル登録もお願いします。はい、ついでにね、いいねボタンもお願いしますよ、はい、それでは次回またお会いしましょう。 See you next time!